皆さん、こんばんは。今日は2023年3月7日火曜日です。今日のテーマは中国全人代中国人民代表大会ですね。と、中国の経済について。中国の経済が良くないですので、習近平はアメリカのせいにしてるんですよ。そして、上海の夫婦ですね。ネソベリ族となったんですよ。 寝そべり主義とも言いますが、単品主義とも言います。つまりですね、競争社会が嫌となってですね、結婚はしない、恋愛もしない、子供もいらない、不動産も買わない、最低限に働いて寝るんですよ。あの、休むことですが、できれば働かない、夢もない、買い物はですね、安くていいんですよ。何でもいいんです。使えたらいいんです。 そして、欲しいものもない。っていう族ですね。ネソベリ族について。そして、中国はですね、もうすぐ4月ですが、あの、開催するんですよ。公衆にある公義会ですね。貿易の輸出、輸入展示会ですね。展覧会、博覧会。これについても話をしたと思います。習近平は会議で、現在の状況の話をしました。国際、国内。 深刻な変化が起きています。冷静に落ち着いて対応しよう。リスクがあっても怖くない。しっかり対応していれば問題になれない。目標を達成するためにみんなで努力しよう。困難はいっぱいある。でも全国人民は団結して奮闘すれば解決できる。未来は困難は多くなる。状況は厳しいですよ。と言いました。 習近平はですね、何をやっても失敗なんですよ。気球の事件もありましたし、この間ですね、昨日でしたけれども、44隻の民兵船ですね。民間の船ですが、実は民兵なんですよ。派遣してフィリピンの周辺に派遣したんですよ。パクワサーっていう島をですね、包囲したんですよ。また脅迫したんですよ。チンピラ外交で挑発、脅迫してきてですね、全部失敗なんですよ。 でも、諦めずにやるんですよ。今回の大会ではですね、大国の復興とか、民族の復興とか、中華民族の偉大なる復興とか、中国夢ですね、ドリーム。などなどそうう、そういう強い発言はありませんでした。また、中国の GDP の成長は5%ぐらいと表現しました。目標にしたんですよ、今年は。李総理は引退する前、最後の発言ですが、 しっかり認識しないといけません。我が国は発展途上国の大国です。発展はまだ弱いです。物価は上昇している。外交の環境も良くない。ここらの経済回復は期待できるのですが、まだ回復の力が弱い。ここらの需要不足が問題です。民間企業の投資。 企業の拡大の力も弱い。中小企業の経営者は難しい状況であって、就職の環境が良くない。地方政府の財政の支出が困難ですと。これがですね、ものすごいいっぱい問題あるんですよ。全部問題ですね。地方政府の財政が問題ですね。お金がなくなって公務員ですら抗議しましたね。そして、警察庁ですね、電気代払えなくて停電となったんですよ。 就職環境が良くないですね。それはそうです。中小企業は、の経営者は皆不安です。怖いです。引き続き、設備の投資はもうしません。拡大はもうしません。これでわかるのは、李総理はですね、ある程度、本当のことを言っています。例えば、2年前ですが、6億に月収1000元ですよ、と李総理は言いました。約2万数千円でしたけれども、 経済成長は5%ぐらいとはですね、外資系の企業、あるいは海外の投資家に自信を与えるという意味です。中国の経済はこれからも上昇するんですよ、と思わせるんですね。しかし投資家は信じないでしょうと私は思います。去年はですね、経済成長 GDP5.5% を目標にしたんですが、現実は3%でした。修正してですね。 改ざんして3%でした。今年は5%くらいですよと言ったんですが、多分3%以下という意味ですね。でもウォール街では宣伝しているんですよ。中国の経済はすごい期待されています。中国の経済の問題ですが、輸出と不動産だと思います。1月と2月はですね、輸出は下落しました。3月はまだわかりません。これからはどうなるでしょうか 輸出はですね、良くなるとは思いません。不動産市場においてはですね、3年間、ほぼ売買が自由にできませんでした。今年、不動産市場は本格的に下落するでしょうと私は思います。そうすると、中国の経済は間違いなく衰退するんですよ。ちなみに、去年の GDP はですね、マイナスのハードなんですよ。あんなに閉鎖とかしましたので、 マイナスのハードなんですよ。でも、嘘をついてですね、何とかはいけましたね。今年はですね、嘘をつく材料ですらなくなるでしょうと思います。今年の第一四半期、第二四半期ですね、経済の状況はもし急速に回復しなければですね、今年の経済成長はないと思います。リ総ソリーはですね、内部の需要を拡大すると言いました。 これはですね、3年間ずっと同じことを言ってきました。効果はないんです。原因はですね、需要を刺激していないんですよ。国民にはですね、お金がないからなんですよ。お金があったらですね、需要は出てくるんですよ。みんな買い物しますので、経済が良くなればですね、需要は増えるんですよ。リーソーリーは言いました。外資系を誘致する、開放する、オープンすると強調しました。 これで分かるのはですね、中国にとっては外国の投資がやはり大事です。と、ウープンですね。この前の動画で話をしましたが、中国政府はソ連の崩壊について研究してきました。ソ連崩壊の原因の一つとしては、外国に孤立されました。そしてソ連は鎖国しました。つまり、国際市場から除外されましたね。これから中国も危険ですよ。 習近平は社会主義実現できると信じているんですよ。でも、もうたことの時代でしたが、社会主義は失敗しましたね。これで今は改革開放となった結果ですね。原因はですね、当時中国は貧困でした。物資はありませんでした。生存業時代はダメでした。現在は世界の工場ですと習近平は言っています。また当時ですね、IT もなかったんですよ。 パソコンもそうですが、a i もなかったんです。現在は個人情報の管理、追跡システム、監視カメラですね、パソコンもあるんです。人工知能もあります。スーパーコンピューターもありますので、何でもできるというふうに思っているらしいんですよ。そして、一番大事なのは、中国はですね、国際市場の一員となったんですよ。この点においては、それより強いです。また、食料についてですが、 農村部に力を入れていきます。食料の安全を守ると言いましたが、これはですね、中国の農業、農村部は実に衰退しています。原因はですね、都市化っていう計画なんですよ。食料の自給自足は中国ではできていません。例えですね、豚肉とか、まあ、豚はですね、飼育しますので、鶏鳥さんもそうですが、餌も輸入しないといけません。ちなみに大豆も輸入しないといけません。 エネルギーにおいてもたくさんですね。必要ですよ、輸入は。石油、石炭、鉄鉱石ですね。そして半導体、チップ、ソフトですね。もうそうですし、特に加工機械ですよ。まあ、ドイツとか日本の加工機械はとても人気ですね。加工機械、工作機械ですね。そして大事な部品ですね。例えば、中国の新幹線と言いますが、高速鉄道ですね。鉄道ですが、走ってる列車の タイヤですね。全部日本製です。まあ、中国はですね、世界の工場に見えているだけで、基礎はものすごい弱いんですよ。すべてですね、地球実力はできていません。もし世界に孤立されてしまうと、困るのは中国なんですよ。こちらがですね、人民代表大会の会場で、李総理、習近平ですね、順番でスピーチしていくんですが、それからスピーチが終わったりですね、各チーム、 少し一個一個となってですね、チームごと競技、話し合いするんですよ。このような形になります。各ミニの会場に入って、チームごとでの話をすることですが、まずは地域の代表らが集まって話をします。それから産業の代表たちが集まって話をしていきます。そして必要に応じて、今後する会議もあるんですよ。例えば、商務部と産業の代表、 たちの話し合いもするんですよ。この間ですね、習近平、トップ下の指導部たちはですね、各チームに参加することもあります。自分が参加して指摘しますし、指導もしますし、結論ですね、自分の言うことを聞いてもらうという意味です。3月7日、習近平は民営企業の代表に指導しました。民営企業はですね、ネソペリソクになってはいけませんよと、 経済の発展に貢献しろと。民営企業は我々の仲間ですよと主張しました。中国政府として施策をしっかり教えるから自信を持ってもらう。大胆に発展、拡大してくださいと言いました。それから言ったのはですね、中国の5年間、この5年間、普通の5年間ではなかったんです。中国の発展に大きな変化、困難が出てきました。 予測できないことが増えてきました。特に米国です。米国がリーダーシップとなった西洋諸国ですね。我が国の発展を止めようとしています。我が国を包囲して制裁している。圧力もかけている。我が国の発展は今までになかった困難がいっぱい出てきた。国内ではコロナの影響が続いている。経済下落の圧力もある。 我々は安定を求めて、安定の中で前に進む。困難に向けて努力する。負けませんと。みんなの団結が大事。逃走することも大事。みんなで逃走しましょう。未来、困難が多くなる。厳しい状況は続く。民営企業は法律に基づいて、しっかり経営してくださいね、と。 ここまででいいんですが、習近平はですね、民営企業ばっかり仲間ですよと主張しましたし、そして指導もしますねと、法律に基づいてやってねと言いました。しかし、自分の仲間の国営企業はと聞きたいんですね。国営企業は何でもいいんですよ。違法でも大丈夫です。今回ですね、習近平ははっきりと言ったのは、アメリカが指導してですね、リーダーとなって、同盟国を連れて、 我が国を包囲して制裁、圧力をかけてきて、我が国の発展を止める行動をしていますよ、というような発言をしたのはですね、今回は初めてなんですよ。しかし、習近平はこのような発言をしてですね、中国政府にすれば楽なんですよ。やはり経済が下落しました。外資系の企業も出ていくし、仕事がないんですよ。みんなの収入も減るんですね。 責任はやはり言ったらですね、アメリカですよと言えば楽なんですよ。これでわかるのはですね、習近平も認めましたね。中国の経済はものすごい悪くなっています。そして回復は厳しいんですよ。回復できればですね、ここまで発言しないんですよ。そして回復が厳しいから何かの理由を探して作ってですね、みんなに納得してもらいたいですね。 自分の責任ではありませんよと言いたいですね。それでアメリカのせいにしました。また中国の国内では社会が不安定となってきています。しっかりとした説明がなければ政府も困りますので。特にコロナ3年間ですね。習近平はゼロ感染者施策を実行してきました。今が結果となったんですよ。経済はダメとなってしまいました。でも習近平は てているることはでですすね、非常に矛盾してるんですよ。彼はですね、去年続投の前にものすごい自慢しました。人類のリーダー、国家の英雄、人民の指導者などとですね、習近平の指導で中国はここまで発展してきました。産業も強いですよね。しかしですが、アメリカは同盟国を連れてですね、ミーナーに叩かれましたと、ダメとなったんですよと言いました。つまり、 ダメとなったのはですね、習近平はやはり強くないよということですね。やはり人類のリーダーですので、西洋には負けないはずなんですよ。でも彼は負けました。また中国はですね、ずっと今までアメリカのことをものすごいバカにしましたね。経済は弱いです。ボロボロです。 アメリカは実に弱いですよと、自信がないですよと、政治もむちゃくちゃですよと、ばっかり言いますね。そして、西洋側は衰退する。中国はこれから上昇すると宣言してきましたし、しかしですね、みんなに嫌われたら、中国は一瞬で衰退となったんですよ。今回ですね、あの、皆さんに一つの話をしたいと思いますが、習近平はですね、ごこまでしたいと思いますけれども、 彼はですね、アメリカのせいにしても、ある意味矛盾しているので、でも楽は楽です。しかし気づく人は気づくんですよ。おかしいですと。そして今ですね、中国で話題となっているのがですね、ある夫婦なんですよ。この夫婦は自分の SNS に投稿したんですね。奥さんです。現在自分の SNS を、その ID を削除して、静かに暮らしますねと発表しました。 夫婦の話をしたいと思いますが、この夫婦はですね、上海の人なんですよ。上海人ですね。夫婦の貯金は300万件あるんですよ。5800万円ですね。ものすごい多いんですよね。夫婦は早期退職して、もう働きませんと宣言しました。奥さんは33歳ですね。あの、ゲームソフトの会社に勤めていたんですよ。あの、聞いた話ではですね、多分日本の会社、 だ、だと思います。そして、旦那さんはですね、43歳で、上海の不動産中華の営業の仕事をしていました。去年ですね、二人ともリストラとなったんですよ。もう仕事はないんです。旦那さんの会社は倒産ですね。再就職活動はしましたけれども、面接受けて、子供はいつ作りますかと聞かれて、彼で作りませんと言いましたけれども、結果ですが、雇って、 超えるところはもうないんですよ。二人はここでもう決めてですね、やはりもう仕事はないので、寝そべり族となったんですよ。二人は上海の郊外に住んでいますが、住宅ローンはないんですね。これは結婚前から決めたらしいんです。子供はもういりませんと。夫婦とも両方ともお父さんは亡くなってお母さんだけなんですね。上海の市民ですので、年金はありますし、保証はあるんですよ。 二人のお母さん同士ですね、指示しますので、子供に好きなことをできればいいよねと言っています。去年2月ですね、決めたんですよ。夫婦の貯金は300万円ですが、でもこれで早期退職も働きませんと宣言して、私はこれはすごいよねというふうに思いますが、住宅ローンもないんですよ。一日の生活費ですが、使わない時もあるんですよ。で、大体ですね、全部市場で、市場で、 あの、勝って自炊するんですね。外食はしません。社会保険についてですが、以前の動画で話をしましたが、中国ではいい勝払いできるんですよ。いい勝払いで15年間の保険料を支払いましたと。60歳からもらいますと。そしてお金はもう投資はしないです。数個の銀行に入れて貯金したんですよ。利息はですね、2%前後です。それから節約します。 余計な使いはもうないですし、欲しいものもないですし、子供はないので、あの、教育費もないですね。毎日、市場で安い、あるいはあるものですね。買って料理することを動画で披露しました、お子さんですね。これで40代で定年するのはですね、中国ではやはり注目されました。夫婦はですね、豊かな生活ではないんですよ。でも気持ちはすごい楽ですね。 余計な使いはありませんし、競争もないですし、ブランドものもないですし、いつ会社から電話かかってくるかわからないのが、それも不安ですので、それもないですし、毎日自由ですし、服にしても靴にしても全く気にしないですね。化粧はもうしないですよ。今までですね、毎日働いて、食事はですね、自炊はしませんでした。 毎日出前するか外食するかですね。これからはもう毎日自炊できます。そして猫ちゃんは2匹飼っています。家族としては豊かでもありませんが、でもすごい自由ですね。ただネットではありえないという声はあるんですよ。物価の上昇はやはり激しいですので、あの、そこまでは持たないでしょうという話はあるんですよ。それから多くの専門家、メディアが出てきて報道しました。分析もたくさんあったんですよ。 現在二人は静かとなってですね、自分の SNS の ID を削除して静かに暮らしています。まあ、上海ではですね、自宅持ちで、あの、住宅ローンもありません。貯金は300万円、えー、5000万円以上ですね。やはりあると、正真正銘の中産階級と言いますね。 あるいは、やや富裕層ですね。中国の富裕層は大体共産党員ですので、この夫婦とは関係ないですね。中産階級と言いますが、ものすごい数少ないんですよ。ここまでですね。でも、本当に豊かですね。と私は思います。でも、すごい豊かでもないんですね。まあ、贅沢はできませんので、でも、普通の暮らしすればですね、上海でも十分できるというふうに私は思います。でも、これでわかるのはですね、 ネソベリ族は少しずつやや富裕層となってきました。去年動画で話をしたことがありますので、ネソベリ族になるのはですね、大体若い子、農村部の若い子、都会の若い子が多いんですよ。就職してもですね、いい給料はもらえません。競争ばかりするし、意味はないですよ。それならもうやめますというのがありますね。しかし中国政府がですね、ものすごい怖いのはネソベリ族です。 ネソペリ族はですね、怖いものないんですよ。もう何も追求しませんので、努力もしませんし、政府にすれば奴隷になってくれないっていう意味ですね。なので政府としては困ります。しかし、現実的にネソペリ族となるのはですね、簡単ではないんですよ。お金がなければ、やはり食べていけませんので、いや少しずつですね、やはり働くんですね。でも本当に、 寝そべり族となってですね、何もしなくてもいいのは、やや富裕層にはできることなんですよ。これはですね、中国政府は最も怖いことなんですよ。やや富裕層になることはですね、いい収入があったからなんですよね。いい収入があった基礎はですね、学歴とか知識とか経験があるからなんですよ。給料は良かったんですね。また向上心もあり、努力するパワーがあると。 という意味ではあります。このような人々はですね、寝そべりと異なってしまうと、消費はですね、もう終わってしまうんですよ。ちなみに、投資はもしません。買い物はですね、基本はもうしないんですよ。石場で安いものしか買わないんですよ。そうすると、経済の回復はですね、やや富裕層は期待されている肌なんですが、でも、少しずつダメとなってしまいました。やや富裕層はですね、消費はしたいですが、でも、 寝てしまうんですよ。もうしませんと。そして、あの、若い子たちはお金がないので、しません。消費はしません。すごい富裕層はですね、共産党の仲間ですので、お金はあるんですが、でも、ほんの少しだけですので、そんなにたくさんの買い物はもうしないんですよ。これが大変なんですよ。なので、中国政府はですね、 中国の経済はどうでしょうかと言われるとですね、中国政府が発表した数字は全部嘘なんですよ、今はですね。なので、あの、中国の社会の,の状況を見た方がいいと思います。例えばですね、東芝、日本の東芝ですね、中国で33社の工場を閉鎖したんですよ。これはですね、ニュースになったりないと思いますが、絶対放送しないんですよ、この情報は。私は知ってるんですよ。ベトナムに行くらしいんですよ。 これで中国ではですね、40万人、死業となったんですよ。40万人ですよ。あの、退職金ですねし、きちんと払いますので、条件はですね、契約します。契約して SN、SNS に投稿しないことです。これが条件です。これがですね、東芝の会社が、あの、決めたルールではないんですよ。中国政府が立ちた条件なんですよ。この情報がですね、漏れたら、 あの外貨ですね、多分中国から持ち出すことはできないんですよ。これが狙いなんですよ。これからですね、注目したいのがあります。広州広義会ですね。広州では毎年春と秋ですね、年2回開催される貿易輸出輸入展示会なんですよ。4月15日から5月5日まで開催する予定です。今年はですね。今回の開催期間は長いんですよ。 通常は一週間前後ですね。この間、いつもですね、二万社以上の企業は出展します。ブーストを出すという意味ですが、十数万人、数十万人の会社がですね、就社、所者マンですね、講師に来られますので、今回の開催期間は本当に長くて、通常は一週間ですが、もう今回の会場はですね、さらに拡大したんですよ。118万平方メートルから、 150万平方メートルにしたんですよ。少し会場がですね、拡大したんですよ。一応ですね、参加する企業は、まあ、基本は中国側の会社ですが、3万社の予定です。3万社ですよ。3万社のブースとだと理解してもいいですね。中国政府はですね、イベントがものすごい好きで、自慢の舞台ですから、来てもらって自慢するんですよね。まあ、今回ですね、今年、 来られる商社はですね、どのくらいあるでしょうか例年ですね、ものすごい日本の商社が来るんですよ。現在ですね、ネットでは参加する申し込みですね、申請はもうできていますので、もう始まってるんですよ。私は聞いた話ですが、あんまり良くないですよね。で、企業側もですね、出店するんですが、でもすごい不安ですよね。海外からのお客さんですね、やはりいっぱい来てほしいんですよ。これが本当に来るでしょうか輸出、 箱覧会、輸入箱覧会、アパレル箱覧会、ペット用品箱覧会ですね。何々だと集中していくんですよ。なので、タコさの祈祷は来るでしょうかと思いますが、分かりません。今回ですね、中国は約ですね、3年ぶりにこのような大規模な箱覧会開催するんですよ。これで中国の輸出ですね、復帰する。 最高、まあ、再開するという意味ではありますので、このイベントですね、ものすごい価値あると思いますので、注目したいと思います。しかしですね、私はあんまり期待できないというふうに思いますね。どうしてかと言いますとですね、この箱何回、私が何回かいたんですよ。公衆ですね。毎年やりますので、何回か行きます。この場所はですね、公衆の中心地とかにあるんですよ。 普通はですね、郊外にあっていいと思うんですよ。でも、校主の市内の中心部にあるんですね。ものすごい駐車場がないんですね。荷物を運ぶ業者さんはですね、すごい困ります。なので、この箱なんかの周辺にある団地ですね、この時ですね、貸し切るんですよ。団地のですね、場所とか借りますので、まあ、トラックとかですね、そこに止めます。やはり荷物をそこに入れますので、 どうしても駐車場が必要ですね。そして、外国人もいっぱい来ますので、ものすごい混み合うんですよ。なので、場所としては本当に良くないんですよ。今回ですね、一応は駐車場。ここにはですね、一応駐車場あったんですよ、駐車場が。少ないですね。駐車場は。もうすぐいっぱいとなってしまうので、なので、周辺の団地ですね、の駐車場を借りるのですが、今回はですね、聞いた話では、まあ、コロナの 状況も、まあ状態もあったんです。ので、駐車場をですね、潰して、あの、会場にしたんですよ。これで、拡大できたと。なので、ますますですね、駐車場はないよっていうことですね。これはどうでしょうかと思いますけれども。なので、これからですね、あの、4月ですが、注目したいと思います。この箱段階はものすごい大事だというふうに思います。中国の貿易のですね、の命かかってしまうので、未来ですね、かかってしまうんですよ。 中国の貿易輸出はものすごい大事ですね。またこれについて話をしたと思います。この動画はここまでと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。